こんにちは、社畜です。先日はビッグランお疲れ様でした。生配信中の企画として血液型縛りで参加型配信を行った際に、それぞれのプレイの仕方や敵の倒し方、塗り方にどれくらい違いがあるのかなどを千早語録満載で撮影してみました。それは血液型関係ないだろうという発言も多々出ていますが、生ぬるい目でご視聴いただけると幸いです。それでは本編どうぞ。ドゥク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 。さあ、全員 A 型。よろしくお願いします。なるほど、なるほど。まあ、武器とかにもよってもね、塗り具合とかも全然違うしね。さあ、行きましょう。チーム A 型。ナイスナイス。生存優先ムーブな感じだな。これプレイしながらみんなのプレイも見なきゃいけないから大変だな。これやばい、インクレ危ねえ。ザコシャリが追いつかないよ。ヤッホー。うわっ、君危ねえ。はい、全然見る余裕ない人。ナイス。まあでも映ってればなんとかなるからね。おお、なるほどね。 A 型は物もらい有効活用してますね。なるほどなるほど。いや、これ多分血液型関係ねえわこれ血液型多分関係ねえわ。はいはい、どう。あ、最後2本になっちゃったけど多分大丈夫だと思います。 OK。納品はバッチリ完了です。あれを倒さないと多分一生続くこのゲーム。あがー、うおー、一瞬で A 型、一瞬で3枚解けましたね。おー、なるほどね。これが A 型のプレイ。同時に死ぬ、同時に死ぬは、死ぬのは A 型の特徴らしい。はあ、なるほど。全く同時だったよ。1秒のズレもない同時死亡だったよ。A 型面白いな。なるほど。からの、さあ満潮ですね。やっぱ塗りはなんかすごく正確な感じあるな。あのさ、 A 型が一般的に几帳面って言われているのは、あれは本当なんですかね。どうなんですかね。あれ怪しいよな結構。これ無理だな、入れない。お、なるほど。 A 型は分身の術も使えるらしい。いいぞ、気をつけて。これ水没。A 型は分身の術、同時死亡。え、コメント欄の皆さんどうですか。なんか A 型の取扱説明書みたいなやつなんかないのみんな。お、いいね。 A 型スペシャル使うの早いな。後ろから来た。いいよ。 A 型はコンテナ周辺で死にがち。いいよ、サメライドが走っていく。パンパンパン、鉄板2本線になっちゃったな。さあ、ちょっと処理が追いつかねえ、厳しい。ここで2枚やられ、1回上に避難。はい、丸見さん気をつけて。この蛇をやらにゃならんが、やりきれなかった。あと2個 OK、 種を作った。全然血液型の話をする余裕がねえ逃げろー、ナイスー。 OK、 A 型は怒らせずひたすら褒める。なるほど、というデータが出ております。なるほどねー。A 型はこうじゃないとか言わない。自分の考えが一番だと思ってる人が多いから。なるほど。いや、これはこうでしょってバーンって言うってこと。なんかそのイメージは若干 B 型にありがちな感じかと思ってたけど、そうじゃないんだね。A の人なんだ。倒します。お、めっちゃ来たな。これはよろしくお願いします。
さあ鉄板が左から来る。あれ倒すけん無理だ。もうスペシャルがねえんだ。あぶねえ、あーぶねえ、あぶねえ、生き残った。しっかり入れてく。スペシャルねえ、もう多分スペシャルがねえ、前出れねえぞ俺。厳しい。救助、オッケー。なるほど。あんまりヘルプは出さないかもしれない。A 型は。これは一つあるかもしれないな。あんまり関係ないかもしれない。ちなみにヘビはこうやって誘導すると簡単になる。いやー、おデブちゃんショートカットしてくるんかい。ボム。くそ。動けねえ。仕事がねえ。くそー。こうなっちゃったら何もできねえ。うわー、ナイスアイドー。ほー、なるほど。ちょっとウェーブ3クリアできなかったんですが、なるほどね、なるほどね。いや、こっからね、データが増えていくからね、B、O、A、B と比べていけるから、楽しくなりそうですね。ははー、なるほど、なるほど。ありがとうございました。さあ、チーム B 型の皆さんですね。お願いしまーす。ゴー。カモ出たよ。なるほど。編成がちょっと、うん、うん。いや、いけるな。悪くないな。全然。さあ。まあ、B も A も塗りはそんなに変わらない感じかな。でも塗りの範囲が若干 B の方が前目な気がする。で、B はね、結構攻撃的かもしんない。3人ともあの敵が出た瞬間、ブワーっていったわ。いった感じがした。なるほど、なるほど。あとね、個人的に鉄球に対して恨みを持ってるかもしれない、誰かが。異様に早かった、鉄球倒すのが。B 型は鉄球嫌いかもしれませんね、これね。まずね、そういうことかもしれない。OK。さあ、雨もしっかり対応していく。で、普通にちはやは、いくら投げが下手。これは統計、これはデータです。ちはやはいくら投げが下手。さあ、上登っていく。あれだね。大物に対しての嗅覚が、あ、いや、これは経験だな。これは血液型関係ねえな。経験の問題だわ。なんか、あれだね。結構、一人一人で戦うイメージもあるね。ほら、ずっと左で戦ってるぜ。受給さん。で、あんまり、B 型の人は物もらい気にしないかもしんない。いいよ、持ってってなーぐらいの。アメちゃんいるかーみたいなノリだね、多分。さあ、しっかり納品もやっていく。納品完了ですね。さあ、閉じ蓋でやられていく。ちはやは閉じ蓋でやられていくというデータ。ナイス？ナイス救助？オッケー。サンキュー。B 型は同時で死ぬってことはやっぱなさそうですね。A と違って。なるほど、なるほど。ほう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 。いいっすよ。いろんなデータが。いいね。まず A と B でこうやって比較できるのがいいね。A の方はまだ比較データがなかったからね。ほら、見て。ま、塗りが前目、みんな。なるほど、なるほど。で、あんまり引き寄せとかは意識しないでガンガン倒したい性質だね、これは。あ、でも、あれだな。閉じ蓋を利用するっていう感じではないね。前目なのかと思ったら、実は慎重派なのが B なのかこれは。あー、あのタワーシンプルに倒したいな。データとか関係なしで。倒したい敵が結構共有できてるっぽい、B 型は。なるほど、なるほど。B はね、共有されてる。倒すべき敵が。で、みんな同じような嗅覚を持ってるから、3人とかで言ってた、今。自分も含めて。シンプルに。なるほど、なるほど。嗅覚が似てる。これは B 型の特徴かもしれないですね。さあ、やはりそうだね。あのものもらやっぱりみんな気にしないね。ここは、ちはやが普通に気にしていく。クリアのため。
身も蓋もないクリアのため、これめちゃめちゃ大事ですね。さあここでスペシャルを入っていった。さあ物もらいを倒しているのは千早だけ。このトジブタが厄介なんでシンプルに倒しましょう。 OK。 あんまり塗りとかは意識しているな、かなり意識してますね。ローラーでコロコロするくらいなんで相当塗りは意識してますね。これね、 B 型は戦闘中の塗りめちゃめちゃ意識するタイプが B 型に集まってる可能性がある。さあシンプルにちょっと苦しい展開になってきた。ここはちょっと納品優先でいきたいところ。あと1、あと1を納品してきた。チハヤが納品してきた。さあ救助も早い、救助も圧倒的な速さを見せていくチハヤ。全くデータの関係ないところのデータ。あーい、お疲れ様でした。なるほどなるほど、いいよ。 B 型分かってきたね。 B 型は思考が似ている、まさにコメント欄でもありますが、パッパッタワーボーンみたいな感じだね。敵だうわーっていう感じが B 型かもしれない。まだわかんない。あ、なるほど。ローラーだからな。ここってどう？多分ここでいけるんじゃないかと。あー違った、もうちょい後ろか。ここかな、ここでどう？あーダメだ、ごめん、若干流れる、若干流れちゃう。待って、ここむずい。俺が動けばいいか。さらに下がってみた。でも下がりすぎると納品が苦しいんだよな。インクを回復していく。危ねえ、カーボンローラーでよかった、塗りができるから移動が早いからな。あやめ流れ、あーどこ行っちゃった。インク回復します。これはもう血液型とか関係ない。ヒー、変わった、竹がスペシャル使ってもいいんじゃない。はいはいはい、どっちから来る敵、これわかんない、消えた敵が。ナイスジェッパー、アンドナイスナイス、竹が俺なら問題ねえ。納品は B 型は、納品は結構あれかもな、ゆっくりめかもしんないね。結構肝が座ってるタイプ、 B は結構肝が座ってるタイプが多いかもしんない。この辺で焦らずに丁寧にいってる、 B 型は。 B 型は丁寧な印象、納品に対しては。あと3、あと3ないよ、あと3、あと1、あと1、あと1を入れていく。ナイス、なるほどね。 B 型は焦らないかもしれない、いやわかんない、内心焦ってるかもしれない、わかんない。ナイス、3名お疲れ様でした、ありがとうございました。いいデータ取らせていただきました。感謝。チーム大型です。よろしくお願いします。GO! さあ、A、B のデータも整ってまいりました。続きました、大型。どういう比較データが現れてくるのか、楽しみなところです。一般的な大型のイメージっていうと、なんか、おおらかであったり、大雑把だったり、怒らないと見せかけて怒るとめちゃめちゃ怖い人が多いのは、自分の中では大型なイメージ。だからサーモンランで一回やられてから、なんか、ぶち切れてジェットパックとか使うんじゃないかなーっていうイメージなんだよね、俺の中だと。どうなんでしょうね。そんな感じだったら面白いけどね。俺の思う A 型の通りに動いてくれたら面白いけど、どうなんでしょうか。救助さん、うぜぇ、こいつらジェットパックでズオーみたいな感じの人が一人でもいると、個人的にはすごく面白いと思うのですが、さあ始まりました。編成がちょっと苦しい感じ。あの爆弾を。危ない。やばいやばい。やばいやばいやばい。やばい。処理が追いついてない。やばいぞ、これ。ウェーブワンで終わっちまうぞ。はい。はい。はい、あざす。もう次行かないとやばい。はい。球場。スクスロ柱任せた。スクスロ柱任せた。頼む。いや、これ無理だな。スペ行こう、スペ行こう。クソ、届かなかった。距離が悪かった。早く。爆弾を早めに処理しないと。頑張れ、みんな。やばい。積む。あー、ナイスカバー、ナイスカバー。届かないな、これ無理だな。あー、これ食われたな、多分。オッケー、倒す、消えた。
あと7つ。あー、くそー。ナイス処理？オッケー。大型やっぱりなんか、すごく丁寧な感じのプレイングが、散見されますね。ほら、なんか自分の役割をしっかりと全うしてる感じ、すごく感じますね。ダイナモ持ってる人は雑魚処理をしっかりやろうみたいな、そういう動きが見えるかな。あとここで死んでるよーっていうのをなんか正確にこうヘルプ出して、味方を呼ぶ動きがすごく見られるかな。チームプレイ結構重んじてるような感じがする。 A は結構一人でもガンガン突っ込むタイプが多かったけど、 O はなんかそういうイメージが、いや、そういうプレイが見受けられる感じがする。チームで倒していこうみたいなのがより強く見えるのが大型って感じがするな。そうだね、今コメントでもいい指摘、アシスタントが多い感じする。うん、ナイスナイス。支配はね、自由奔放にやらさせてもらってます。さあ今回なんかエクスの人大変そうだなエクスの人どんだけ肩パッド出てんだ今回、やばいな。さあボムで球場入れて、今回ちょっと雑魚処理が苦しい感じですね。火力の低い武器が3つ揃っちゃってるから。これ苦しいぞ、これ苦しいな、めちゃめちゃ苦しいな。さあ塗っていくよ、 OK。早めにタワー反り、もうちょっと早くやりたかった。さあ味方の救助入れて、逆サイドにタワーが出ている。ああタワーやってくれた、でかい。さあ柱も倒していく、くそー、うおー、さあここでやられてしまった。くー、これは苦しいか、多分スペシャルももうね、頑張れ。あー、なるほど。でも、大型見えましたね。ウェイブ2までだったけど。結構アシスト寄りな、プレイが多い感じがする。なるほどね。じゃあ、ちはやって何型なんだろうな。B の感じもあるし、前突っ込んでいく、ガンガン行く感じもあるし、結構サポートもするし、大型のあれもあるし。俺、何型なんだろうな。なるほど。いや、でも大型だいぶ見えましたよ。2回やっただけだったけど。ありがとうございました。ちょっとウェーブさんまで行けなかったのはちょっと悲しかったですけどね。大型の皆さんありがとうございました。大型は、そうじると、アシスト型が結構多い感じ？チームプレイを重んじる方が多い感覚がありました。もちろん、個人差あると思うんだけどね。ありがとうございました。チーム AB 型の皆さんです。じゃあ行きましょう。早速なんですけど、AB 型の皆さんに特徴が一つ。名前がなんかね、ちょっとかっこいいんだよね。ワンアクセント入れてくる感じ。AB 型は。っていうイメージがある。なるほど。つまりこれは個性的ってことなんだね。多分、個人のアイデンティティを結構意識するのが AB 型なのかもしんないな。そんな感じがする。どうですか？コメント欄の皆さんの AB 型のイメージちょっと教えてほしい。AB 型すでに面白いね。確かに。なんかちょっと違うよね。A, B, O の人たちとちょっと違う感じあるよね。センスがいい。我が道を行くタイプ。自己主張が強い。結構自由を重んじるタイプ。はいはい。そういうイメージか、みんなの中では。これヘビ俺じゃない？大丈夫、オッケー。これを倒してさっと帰る。オッケー。塗りとかはもう結構普通って感じだね。あんまり大差ないかな。A も B も O もあんまり変わんないね、塗りはね。結構の、まあこれは性格とかプレイングもあるんだけど、結構納品意識高めな感じがする？あんまり変わんないか。ちょっとでもなんかそんなイメージが、散見されるような感じ。さあ、物もらいに対しては、あんまり、あ、いや、物もらい見てるぞ！物もらいを結構しっかり見てる。視野が広い。AB 型視野広いかもしれない。わかんない。さあ、救助も早い。救助早いですね。味方の、なんだ？これは救助式。チームワーク。チームワークを結構重んじるタイプか？ AB は。どうなんでしょうか？さあ、コウモリの、弾に関しては結構無頓着なところが見えるか。さあ、どうなんでしょうか？さあ、大物しっかりと倒していこうという気概が見える。で、やっぱ B 型と違ってあんまりタワーとか気にしないですね。あ、やべ！俺がやられた、ごめん！
右手だったごめん。どっちかっていうと大物の処理というか、ナイスボム、サンキュー。その場その場の倒すべき目の前の敵を倒していくっていう感じかな。 B はなんか目的意識があって倒せるイメージがあったけど、ほっ、 O は目の前の敵を順当に倒していく、そういう感覚が見られる感じがする。なるほどなるほど。あの千早の個人的な AB 型のイメージなんですけど、あのいい意味で変人な人が結構多いイメージかな AB は。だから後々血液型を聞いた時に、あ、やっぱ AB かってなる人は結構多いイメージ俺の中では。これはいい意味でも悪い意味でも、ちょっとなんか変だなって思ったら AB の人が結構多いかもっていうのが俺の中のイメージ AB の。ただサーモンランはみんなプレイ見てる感じだといたって普通全然返事要素はなし、今んとこなし。あのクリア後にあのスペシャルとか使うタイプが AB なんじゃねえかなって勝手に思ってるんだけど、さあどうでしょうか、わかんないね、まだそれはまだわかんないところ。あのクリア後にさメガホンレーザー使ってなんかわーってやるやつあるじゃん、あれやってんの AB 型の人多いんじゃないかなってイメージなんだけど、どうでしょうか。さあスペシャルは普通に使っている。あーまあ死ぬ、あぶれ、いやー死んだちはやライド弱すぎて草、すまんちはやライド、こっちか、救助もらえてサメライド遅く撃てるところ、オッケー。さあ遅れてきたヒーロージェットパックいきます。さあナイスワンをいった、雨で死んでしまった。さあこれはどうだ、納品いけるか、最後まで諦めないのが AB 型、最後まで諦めるな、あと1個だ、惜しい。なるほどなるほど、そうですね、 AB 型の皆さんあれかな、結構プレイ中に言えたのかな、イメージとしてはちょっとね最終までいけなかったんだけれども、まあ AB の皆さんのプレイングも見れたということで、さあ揃いましたね。 A、B、O、AB とやってきて、やっぱりなんかちょっと違うよねそれぞれで、プレイングが俺がこじつけてるだけかもしれないんだけど、でもなんかやっぱ血液型によって全然違うなっていう印象は見受けられましたよね。あ、AB 型の皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。俺がこじつけちゃった感も結構あると思うんだけど、俺がこういう風に言うと、そうだよね、コメントのみんなは、あ、なんかちょっと違うかもなとかって、やっぱコメントくれると思うんだけど、やっぱそれぞれの血液型によって違うよなーっていうのは感じましたね。一緒にやってて。なんか途中途中視野が広いとか言ってたけど、それは別に血液型関係ないよ。そういう点はありましたね。動画の中ではね。それはちょっとご了承ということでよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。年齢もプレイ歴もバラバラだったんですけれども、ここまで顕著に差が出るもんなんだなって感じました。千早のこじつけな部分も多々あったとは思うのですが、まあそれはそれでいいかなと。参加してくださった皆さんも、参加表明くださった各血液型の皆さんも本当にありがとうございました。今後も生配信でこのような企画をやっていきますので、お時間ありましたらまた遊びに来てください。